足立達夫46歳、京都から2年前に移住してきました。夫婦ともども、サーフィンが趣味で、有名なポイントがあるっていうことで、こちらに住みたいなって思ったのと、子供が生まれて、自然と一緒に暮らせる、田舎暮らしがしたいなって思ったので、こちらに移住してきました。静岡以外には宮崎とか四国があったんですけども、 Google マップでいろいろこう海側を検索してて、で牧之原市は内海駿河湾があって、で、近くに御前崎外海もあったのと、夫婦ともども両親が健在だったので、静岡だったら3時間ぐらいで帰れるんで、一番理想的かなって思いまして、静岡を選びました。牧之原に来て上手、一番最初に牧之原市役所に行って移住体験みたいなのがあるのかなと思って来た時に、ハズコテージさんを紹介されて、そこで移住体験を3、4日したのかな。もうここしかないって思って決めましたね。住んでみな分からへんとこってあると思うけども、やっぱ移住体験っていうのが一番僕たち家族にとっては良かった。京都にいる時は、こんなコロナの時期やし、今は一緒なのかもしれんけど、ね、やっぱ眠らない街じゃないですけど、店が、12時近くまで普通に開いてる店がいっぱいあったし、映画館とかも近くにあったんで、結構夜型って言えば夜型、12時過ぎ1時ぐらいに寝て朝起きるみたいな、不健康ではないけど不健全な生活してたと思うんですけど、こっち来てからはやっぱ家族、9時半、10時ぐらいに就寝して、朝僕は5時ぐらいに目が覚めるみたいな、そういう生活スタイルに変わって、シーズン的に、夏場がシーズンだから、朝、変な話、4時半ぐらいに起床して、波があれば朝海に入って、で仕事行って、で仕事終わってから、夕方7時ぐらいまで明るいんで、7時ぐらいまで波があれば海に入って、夏場はほぼ毎日海に入れるって感じですね。冬場で富士山とか、そう、富士山がすごい見えるし、毎日富士山の顔が変わるし、なんかテンション上がるっていうか雪降らへんし、スタッドレスは全くいらないし、冬場そこまで寒くないもんね。ブーツグローブ履いてない、ヘッドキャップもしてない。でも京都時代はブーツグローブ、ヘッドキャップとスタッドレスはめて、寒い中雪降っててもサーフィンしてたけども、こっちはそう風は吹くけど海に入ってたら寒くないし、それが意外にびっくりして、冬場の楽しみ方がまた変わって、